スニーカー買いやすくなりましたね。この間の AJ1C フォームをスニーカーズ寝過ごして逃したけど、キス東京行ったら余裕で買えました。1年前だったら絶対速乾プレネだったと思います。スニーカーブームじゃなくて転売ブームのターゲットがたまたまスニーカーだったんだと思いました。あー、そうですね。セドリアみたいな感じの、要するにその転売ビジネスみたいなことで考えてる人がかなり参入してきてたので、転売ブームっていうことやったんやなと思いますね。AJ1C フォームに関しては、正直あれね、紐が悪いですね、あれね。モックアップ写真の紐悪くないですか、あれ。シューレースが、なんか変な感じやったじゃないですか。リボンみたいな感じのシューレースで。あのシューレースが、真っ白とかやったり、あとセールカラーとかやったりしたらもっといってたと思いますよ。おそらく。確か、替え紐で白ついてるんですよね。あの C フォームって。だからね、モックアップの写真を、白のシューレースで撮って売ってたら多分もっと売れたんじゃないかなと思うんですけどね。なんであのカラーを押してったんやろうと思いますね。でもすごい綺麗な色ですよね、あれね。最近結構ああいう淡い感じの色の服も流行ってますからね。これからだったらスウェットとかと合わせるのにすごいいいんじゃないかなと思いますね。最近で言うんであれば、例えばビーリー・アイリッシュの、AJ1 と AJ15、 あの2つがあんまりプレーにつかんかったじゃないですか。スニダンとか見たらレディースサイズやったらもう定価ぐらいで買えるじゃないですか。なんかあれ見て思ったんですよ。今ほんまにスニーカー落ち着いてきとんなと改めて実感しましたね。ダンクの人気が落ち着いてきたっていうのもありますけれども、それ以上にですね、ビリー・アイリッシュコラボの AJ1、 まあ KO ではあるんですけれども、15がね、もともとそんなに人気かと言われるとそうじゃないっていうことを考えたとしても、そんなに、売れへんっていうのはね、ああ、やっぱりこれスニーカー熱っていうのはどんどん下がってきてるんではないかと。転売屋の熱っていうのもどんどん下がってきとんのやなと思いますね。よかったなと思います、僕は。ビリー・アイリッシュがあんまり売れなかった理由っていうのは、もともとそのビリー・アイリッシュがですね、ユニクロコラボしたりとかしてたわけじゃないですか。あのユニクロコラボのビリー・アイリッシュのシャツも街でめちゃくちゃ見ましたよね。あれの印象がなんかあって、ビリーのアパレルってそんなに、レア感ないみたいなところも絶対手伝ってると思うんですよ。で、最近海外相場と日本の相場ってそこまで違わないじゃないですか。海外でも別にそんな、ビリー・アイリッシュのあのスニーカーがそこまで盛り上がらんかったと思うんですよ。単純にビリー・アイリッシュにコラボにそんなに、価値を感じる人が少なかったのかなっていうふうに思います。ジョーダンとコラボする前に、まあちょっと大衆ブランド、ユニクロとかみたいな、先にファストファッションとコラボしたことによって、ちょっとまあその、ファッション的なイメージとして、希少価値っていうのがね、落ちてしまったのはあったのかなっていうふうに思います。単純にウィメンズやからっていう問題もあると思いますけどね。29センチまでしか出てへんかったから、足大きい人はね、ウィメンズの29センチやったら、全然ね、入らへんかったりするわけじゃないですか。スニーカーってどっちかっていうと、男受けがいいというか、男性ファンの方が多いですよね、スニーカーファンって。だからやっぱりそのウィメンズで出てたっていうところもでかいですね。彼女自体の、存在感というのは全然ね評価されてるけど、どっちかというとファッションというよりはそのキャラクターであるとか、音楽性であるとかそういうところでの人気の方が強いと思うんですよ。トラビス・スコットみたいにね、あのファッショニスタって感じよりもどっちかというと個性派って感じじゃないですか。そういう人のまあ、コラボだからそこまで跳ねなかったというか人気が出なかったのかなっていうのも思いますし、ブランディング的にというか、まあ、ビリー・アリッシュはそんなこと別に考えてないと思いますけど、だからもし例えば、ユニクロとかとコラボせんとですね、ビリー・アイリッシュの、アパレル系の初コラボがあの AJ1 だったんであればですね、あのジョーダンシリーズであったんであれば、もしかしたら値段は変わってたかもしれないです。あとそのスニーカーの高騰、価格高騰が、落ち着いてきてるっていうのがあるかなと思います。いろんなそういう要素が含まってビリー・アイリッシュのあのスニーカーはあんまり、ヒットしなかったんじゃないかなと思います。僕はそのサイズさえ合えばね、15はね、すごくかっこいいなと思ったんですよ。欲しかったですよ、正直。僕、スニーカーズでね、応募したんですよ、実はあれ29センチ。買えなかったんですけど、買えてたとしても、ちょっと賭けやったなと思いますね。はけたかどうか微妙やなと思ってます。まあ、これからね、もし値下がりしてて、定価割るようなことがあったら、ちょっと欲しいなと思ってます。色かっこいいしね、あのベージュの。あと形もかっこいいし、トラビス系とかはどうかなとは思うんですが、もう本当に落ち着いてきたなって思いますね。欲しいモデルがね、安くで買えるんであればありがたいなと思ってます。